はい、こんにちは。今日はチヂミを作ってます。もうこれ混ぜちゃってる状態なんですけども、一応レシピは薄力粉 120g、 片栗粉 40g、 塩が小さじ3分の2、水が 180cc、 ごま油大さじ1、醤油大さじ1、酒大さじ1、砂糖小さじ1、ニンニク2片はすりおろしたものを入れます。で、鶏ガラスープが小さじ1から2、濃いめの味が良ければ小さじ2入れてください。で、そこにニラを適当なサイズに切ったもの1束分と、人参2分の1本を、短冊切りにして入れてください。短冊切りかな、千切りかな、はい、千切りにした人参を入れてください。はい、で、これでチヂミの生地は完成です。お野菜しか入ってないね、ヘルシーかつ節約料理になります。とってもね、これね、安くてできますね。はい、じゃ焼いていきます。はい、生地をこうね、流し入れましてね、こうね、広げちゃいます、薄くね。はい、ひっくり返しました。ね、入れてるから、よしよし。でね、これ薄くしたいのでギュギュッと押しときます。はい、お好み焼きはね、これ押しちゃダメなんですけどね、チヂミはね、なんかぺちゃんこになってる食べ物なんでね、あ、でもね、こうやって押しつぶしちゃいますね。はい、はい、焼き上がったのはこちらになります。はい、今日の夕ご飯完成です。お肉焼いたのとチヂミとサラダです。これはね、チヂミのタレが入れてあります。はい、こちらも同じような感じでね、盛り付けております。雑ですけどね。はい、チヂミはこんな感じでね、このぐらいのサイズがね、15センチから18センチぐらいのサイズのチヂミが4枚焼けました。はい、で、これチヂミのタレです。チヂミのタレはポン酢を大さじ5ぐらいと、お砂糖大さじ1と、あとね、適当にこれすりごまと一味唐辛子を入れました。はい、ではこんな感じで今日の夕飯は完成です。はい、チヂミとお肉焼きました。はい、チヂミは手作りで作りました。はい、では今日の紹介は以上です。ご視聴ありがとうございました。